どうもこんにちは。今日は返しをですね、簡単に作ってみたいと思いますから、ぜひ美味しい返しをね作りたい方はねやってみてください。まず醤油は、今日は山佐でね、やってみます。本醸造の、まあ、何でもいいです。醤油臭いのが、お好みでしたら、醤油臭いを醤油をね選んでいただいて、でみりんもね、お好みでよろしいかと思います。それから、まあ、できればねこちらもちゃんとしたね、製造工程で作られているみりんと、あとはちょっと酸味を入れるためにね、お酢をちょっとだけ使います。あとは、氷砂糖ですとか、グラニュー糖ですとか白糖ですとかっていうところでちょっと甘みをね、今日はグラニュー糖でつけたいと思います。はい、そうしましたらですね、今ここに醤油を、だいたい 1.8 リッターですね、入れてみましたので、まずは醤油を 1.8 入れてみてください。はい、そしたらですね、みりんの方は今390にしようと思ったんだけど、まあ、2ちょっと多く入っちゃいましたけどね、392を入れてみました。まあそんなに変わらないと思います。はい、続いて、今日は米酢ですね。米酢を18で、ちょっと 18.5 入りましたけど、まあ醤油もね若干プラスで出てますから、ちょっとですけど気持ち多めに入りました。はい、そしたらお砂糖の方はですね、今日はグラニュー糖で231入りました。これをこちらの方に、投入していっちゃいますね。はい、これで、一煮立ちさせましょう。これで今、火が入った状態ですね。まあまあ最初は1分目でいいんじゃないかなと思いますよ。沸騰させない程度で、まあ、砂糖が溶けるでしょうからね、そのあたりを目安にいきましょう。少しね、見えますか、ちょっと薄くプツプツが出てきましたよね。まあこんなもんでいいんじゃないかなと思いますよ。これ見てもらえればもうね、あれだけ入れた231入れたお砂糖溶けてますね。十分溶けてますから、ここでちょっとね味見をしてみてください。その味見がねどういうお好みかっていうのはスタートは、まあ、それがベースになると思いますから、またそれを基準に作られたらいいんじゃないかなと思います。これといった決まりはね、ないと思いますよ。こんな感じでよろしいかなと思います。ですから火かけてからわずかね、どうでしょう、5分から10分でこんな感じで白くね泡が出てくればいいんじゃないかなと思います。そしてね、こんな感じでちょっとネギなんかをね、香り付け程度に入れて、でもうこの時点では火は止まってます。これで冷ましながら、ね、香りを若干ね移せればと思いますので、これももう好みになりますから、いろいろアレンジしてみてください。はい、そうしましたら十分ね、冷えてきましたので、こちらで入れ物をね移動していきたいと思います。はい、こんな感じで、まあこの器だとまだ容器だとね半分ぐらいですね。これで一応 1.8 リットル収めました。はい、続いてねこれらを沈めていきます。まず昆布ですね。もう昆布は今回は耳を使います。市販に売ってるもので構いません。これをまあ 1.8 リットルに対して今回 20g ですね。であとは、ね、ちょっとした辛みをつけたいので、種を抜いた、鷹の爪と、それから酸っぱみですね、酸味をまた加えたいので、まあ、あとはちょっと塩塩分ですね、梅干しかなりね熟成させたものを入れております。あと、かつぶし、これ混合ですね、かつぶしと、サバナゾの混合から、かつぶしだけでも全然荒節でも構いません。一応これ今回はパックでですね 80g を投入していきます。あとね最後に、隠し味ですね。これ今ねスルメを焼いてます。スルメをそのまま入れないでくださいね。香ばしく焼いていただいて、スルメ焼けばいい香りが出てきますから、ね、音わかります？ね、携帯も燃えちゃいしまいそうな感じですけど、パチ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 今
できてます。どうでしょう、だいぶいい塩梅にあぶれてきたのかな、ね、このままで食べれるぐらいですよね。魚介類は火通すことによって香りがね、生臭さは飛びますから、いい香りに変わってきます。で、このねイカのお出汁が、熟成した出汁にね溶け込みますから、非常にいい隠し味ポイントになります。まあ、入れすぎてもね、魚介の味が強く、まあ、魚介ですけどね、もともとはイカの味が強くなってしまうので、まあ、本当ねこの半分の半分ぐらいでもいいですけどね、入れてみてください。ホタテなんかでもいいと思いますよ。ちょっとしたワンポイントになるかなと思います。はい、それではこのまま投入いたします。はい、これでしばらくですね、寝かしておけばとても美味しい返しができてきます。はい、梅干しと、唐辛子の方はこんな感じでまたね、だしパックの方に入れて、投入の方をお願いいたします。こうすることでね、熟成させていく形になります。そうですね、まあ早ければ1週間ぐらいでもいいですし、まあ、寝かす分にはこの時期でしたら1ヶ月でも2ヶ月でも 寝ますからね、たまに味見ながら確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、これで以上ですね。あとはもう漬け込むだけなので割と簡単だと思いますので、ぜひご自宅でねやってみていただければと思います。次回はね、スーパーで買えるね、かつ節、それから昆布、まあ、今日の昆布も同じですけどね、昆布等で、お出汁をとって、で、これ実際に作りました、こちらの返しと合わせて、そば出汁をね、本格的なそば出汁を作りたいと思いますので、ぜひね、このチャンネル登録をしていただいて、